さあ前半で意欲的な飛び出しと言っておきましょう。真ん中は第5レーンは東邦大東邦は橋川君、そして内側を追い上げてきているのは船橋高専は石野君。23秒前半でのフィニッシュです。さあ走り幅跳びの方もそうですね、春先の風はですね本当にこう、気まぐれというか競技をしている時間帯アップの段階は追い風だったのに本番だったら迎えられる、これはそうですね、自分も過去の経験の中で言えば6月の関東大会ぐらいまでもそれはありますね。朝の段階の風はこっち向きという形で準備をしてそれに合わせて助走練習をしたと思ったら競技が開始して間もなくですねどうも風向きが怪しくなってきたといったこともありますので、日頃の練習においてもですねこれはちょっと風が向かっているところでも練習は必要というふうには思います。全てを想定して練習をしてトレーニングを積んで大会に臨むというのが大原則であります。起こり得る予想されることはねかすかなことでも気をつけて対応した形をとっていただきましょう。200m 競走に関しましては27キロです。